医療社会学、医療社会学、医療社会学とは、医療や保険、健康、病気に関する問題について、社会学的な側面からその性格を明らかにすると、ともに問題解決に必要な科学的な根拠を提供する、社学の一分野である。制度的学問としての医療社会学は、第二次世界大戦後の米国において成立し、1950年代に、 著しい発展を遂げている。当初は精神衛生や公衆衛生に関する研究プロジェクトに社会学者が参加するとで研究が始まったこともあり、医学の要請に応じた研究が中心であったが、やがてタルコットパーソンズらによって独自に医療や健康を対象とする社会学理論の構築が進み、1959年にはアメリカ社会学会に 医療社会学部門が設置されるに至った。米国における医療社会学の成立の背景からもわかるように、医療社会学は医学、医療によってあらかじめ規定された問題を扱う、医療における社会学、ソシオロジー・イン・メディシンと医学、医療側の関心や価値思考自体を対象化し、批判的に取り扱う、医療を対象とする社会学、 ソシオロジー・オブ・メディシンの二つの潮流を有している。ただし、近年の欧米諸国では、以下に見るような健康と病気の社会学の研究の進展により、両者の相互浸透が見られるようになり、以上の区分は誘拐を見せるようになっている。1980年代後半になると、医療を対象とする社会学において、構築主義の展開などを背景として、健康や、 病気の定義そのものを問題視する動きが高まり、医療において支配的な生物医学モデルを批判的に捉えるべく、健康と病気の社会学が提唱されるようになった。この健康と病気の社会学によって、従来の医療では必ずしも重視されてこなかった病院外での日常の生活が射程に入るようになり、保険や公衆衛生、予防といった面での有効性から医学、 医療側の注目を集めるようにもなっている。日本では1960年代頃にようやく公衆衛生や精神衛生、看護などの分野で社会学や注目されるようになり、また社会学者もこれらの分野に目を向け始めるようになった。学会組織としては1974年に日本保健医療社会学会が発足し、また東京大学などのいくつかの 大学研究機関においても保健社会学名の講座が設けられるようになったが、多くは医療における保健や看護の社会学、すなわち保健社会学、看護社会学としての性格を強く帯びていた。従って今日でも健康と病気の社会学への世界的な医療社会学の展開から見れば、日本では依然として研究者の層は薄く、研究蓄積も十分ではない。 この原因としては、第一に、医療側に、権威主義的、閉鎖的な傾向に基づく、医療支配が、なお強く残っており、外部からの参入や研究が困難であること。第二に、社会学側において、保険、医療の分野が、重要視されてこなかったこと。欧米の社会学の教科書には必ず健康、病気、保険、医療に関する章が設けられているが、 日本の教科書には皆無であるが挙げられる。医療社会学は、疫学、予防医学によって研究されてきた日常、生活における個人的要因に対して、さらにマクロなレベルでの社会的な要因、健康の社会的決定要因からアプローチすることで、保健医療の問題解決には、保健医療の枠を超えた社会学的政策が必要であることを明らかにしてきた。例えば、 健康状態の社会階層感覚差の存在及び、その発生メカニズムを明らかにした研究などが挙げられ、その代表的な研究成果として、タウンセンドラの健康の不平等、ブラックレポー、1982年、ブラックスターの健康とライフスタイル、1990年がある。とりわけ、タウンセンドラの報告、ブラックレポートは、当時の英国議会でも取り上げられ、 大論争を引き起こすことになった。健康と病気の社会学に見られるような構築主義的関心は古くは正常、異常の区分、逸脱の神聖を説いたミシェル・フーコーの臨床医学の誕生に由来にするものである。フーコー流の社会史的研究を引き継いだ代表的な著作としてクロディーヌ・エルズリッシュとジャニーズ・ピエレの病人の誕生が挙げられる。また、 西洋の視点から西洋医療を相対化する医療人類医学の取り組みもなされており、その代表的な著作として GM ホスターと BG アンダーソンの医療人類学がある。また、健康、医療の問題が西洋専門医学にのみ委ねることへの反省を背景として医療科や施設科に対して人間本来の治癒能力や自律性を重視し、医療、 ヒーリングの境会の誘拐を目指す脱医療科がイヴァン・イリーチラによって唱えられ、また近年では日常生活や地域生活の中でケアを行う脱施設科に向けた研究も始められている。実際にフーが1986年に宣言したオタワ検証で歌われているヘルスプロモーションでは地域社会や地域コミュニティ単位での健康活動への エンパワーメントに焦点が向けられており、英米では地域研究との連携も進んでいる。医療社会医学における病気行動は病気であると感じている人がその病気が何であるのかを知り、助けを求める行動と定義される。当初は近代医療の普及を妨げている要因を同定し、それに対処するために考え出された概念である。さらに今日では 近代医療の制度的構成を明らかにするために用いられている。病気行動に影響を与える変数としては、生物学的変数のほか、社会階層やソーシャルネットワークの有無が挙げられている。ここでのソーシャルネットワークは、いわば非専門家による相談システムとして機能しており、つまり近代医療制度を形成している専門家システムの裏領域において、 インフォーマルないしローカルな非専門家システムが、等の専やシステムの機能を促進させあるいは、阻害しており、個人の行動と社会制度を媒介する重要な働きを担っている。医療社会学では、病人を社会学でいうところの社会的役割の観点から分析している。その古典的な理論が、構造機能主義社会学のタイト、タルコットパーソンズによる病人役割論である。 すなわち、パーソンズによれば、社会システムを維持するために、以下のような社会的役割が病人に要請されているという。ただし、このようなパーソンズの定式化は、あまりに大人子供関係に模したものであるとして、その後数多くの批判を受け、契約モデル等の考え方が現れている。ただし、この定式化は一つの理念型としては、なお有効性を有している。 例えば、アルコール依存症患者を単純に病人とみなすことに対して抵抗感が抱かれる場合があるが、その背景には、アルコール依存症は自己責任、自業自得であるとする通念があり、従って、助長の2番目の条件に抵触していると感じられるためである。パーソンズの議論は、医療を社会システム維持の機能要件として、 肯定的に捉えるものであるのに対して近代における医療制度を否定的に捉えているのがイリーチ、医療科論や風光、医学眼差し論である。イリーチは医療制度は専門家依存をもたらすものであり、すなわち人間個々人の能力を奪い、不能化するものであると批判し、さらには医療そのものが健康に対する主要な脅威になりつあるとして、 これを、講義の遺言病、社会的遺言病、文化的遺言病としている。慢性的、長期的な病の経過や回復に対して、患者が、等の病を、どのように意味づけ、どのように語るのか、すなわち日常生活における主観的意味世界が、極めて重要な影響力を果たしていることが指揮、されるにつれ、医療社会学においても、構築主義の影響の中で、病の意味論、 病の物語理論が登場しているこうした物語理論は患者の訴えを主観的なバイアスのかかった情報とみなしてきた従来の医療に大きな反省を迫るものとなっている。物語理論のアプローチによれば治療にとってまず重要なことは患者の日常生活における主観的、ま主観的な意味世界を共有することなのである。教科書、解説書、楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。